はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。いつものようにスターホースポケットやっていきたいと思います。いよいよ片野ハービンが WBC にチャレンジです。ここから WBC に挑戦させてですね、好成績上げられるかどうか見ていきたいと思います。打者55。さあ、ベスト体重が今474キロです。84周ですか。おっと、入球時に年齢が上がる。これはもう仕方ないですね。会話。おっと、調子が落ちた。パートナー状況ですね。もう一周様子を見ましょう。これで先行に戻しました。さあ、これ WBC 出します。ターフです。ジョッキーはもちろん横山紀弘まま。ああ、29分もあるんですか。はい、本当にいい結果になってくれるといいですね。はい。というわけでですね、WBC の結果が出るまで、待機したいと思います。はい。それではまた後で。
今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。イブンベイがかわしていきました。その外にエクラール、ルソー、これが一番人気のデスティニーレイヤー、ヌメールシュ。この手応えはどうか。ちょっと離れて7番ハイランドリールであります。そのうちに2番カタノカービン、そしてその後ろから5番キチカステナンゴ、それからストーミングホーム、8番セイントリー、それから12番プライド、ディアドクターがその後ろ、そしてしんがりからテンテンガラムヤンという展開です。さあ前の方はどうなっているのか。先頭を行く10番エクラール、1馬身リード、そしてそのうちに1番ルソー、それからもう1頭9番イブンベイ、そのうちからは6番デスティニーレイヤー、差が開いて7番ハイランドリール、そして内からはカタノカービン、それから足毛の馬体カステナンゴであります。内を通ってストーミングホーム、その後ろ3馬身くらいあってセイントリー、プライド、それから4番ディアドクター、そしてしんがりからテンテンガラビアンであります。前でありますが前、先頭は依然として10番エクラール、ルソーがそのうちにいます。外を通ってイブンベイ、これが一番人気のデスティニーレイヤー、目下連勝中。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。パタノカービンが6番手といったあたり。さあ先頭はエクラールが1馬身リード、内からはイブンベイが来ている。ムチが飛んだ横山とパタノカービン、このあたりでイブンベイがかわした。パタノカービン三冠馬の意地を見せてくれ。パタノカービンが差を詰めてきた。これは半シーレースになりました。パタノカービン懸命に追う。3番手にパタノカービン、プライドも差を詰めてきている。パタノカービンやったやった。 SWBC への夢が広がる。獲得賞金は5000枚突破。よっしゃ来たー。一着松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。ねえねえ、そういえばさ、
元気だね。体重はバッチリだね。はい、何です？